いいのここで。なんか軽く食ってこうと思ったんだけど。うん、いい。アキラだって明日早いでしょ。ちょっとね、そこのコンビニも寄ってきたいし。ふーん、わかった。あ、そうだ。おい。え、ほら。何？会社？なんかトラブルでもあったの？いや。奥さんでしょ。バカ。もうどうだろう。来月からカノクが奥さんになるんだから、もういい加減やめろよそういう言い方。ごめんごめん。で、元奥さんが何だったの？なんだか連絡よこせって最近うるさいんだよ。一回会って話せば。私のこととかちゃんと言ってる？うん、そうだな。そうする。あ、それ開けてみて。あ、うん。今日の展示の手伝いと。この間の出張のお土産。ありがとう。明日頑張ってね。お、経理部は会社で応援してます。どうしたの？こんな時間に。平気だからごめんね、心配させちゃって。でも念のため病院とか行った方がいいよ。うん、ありがとうね、みゆき。いいって。
でもよかったね、田崎さんのこと。うん、ね、来月だからね、必ず来てね。当たり前じゃん。ちゃんとスピーチもさせていただきます。あまり変なこと言わないでよ。付き合って2ヶ月してから田崎さんがバツイチって発覚した事件は言っちゃダメ。そうそう、思い出した。最初隠してたんだよね。みゆき、ありがとう。もう大丈夫だから。うん、かなこのせいでお風呂なしだったけど許す。ごめん、私も今日はお風呂いいや。じゃあね。うん、おやすみ。うん。お風呂空いてるよ。誰？もしもし、かなこは？あきら、今ね。今どこだ？家か。そうだけど。わかった、今から行くから。絶対そこ動くなよ。え？あいつが。あいつ？元女房。お前を送って交差点で止まった時にあいついきなり車に乗り込んで包丁で刺してきやがった。大丈夫なの？手にかすり傷だ、心配ない。すぐ追っかけたんだけど逃げちまって。あきら、あきら。
留守番電話サービスセンターに接続します。ただいま電話に出ること。もしもし、メリー、カナコ、どこにいるの？タタちゃん、カナコのこと探してるよ。今、カナコのマンションにいるんだってよ。カナコがどこにもいないって、私のとこに何度も来てるの？メリー、メリー、でもずっと見てんだって。へえ。あそこから子供が落ちて死んだらしいよ。なんで子供が落ちた場所ずっと見てんの？知らないよ。ねえ、あんた行って聞いてくれば。やだよ、怖いよ。聞いてきなよ。いいってば。
あなた、もしかして。
がつくと私は病院のベッドの上にいた。私の身に起きた恐ろしい出来事を聞かされたのはしばらく経ってからだった。あの晩、田崎と別れた後、私はあのビルの前で飛び降り自殺の巻き添えを食ったのに、飛び降りた女は即死。私は奇跡的に一命を取り留めたが、意識不明の重体。そして私の体と女の体の一部が落下時の衝撃で癒着してしまったという。私の体からそれを取り除く手術が長く続いた。自殺した女は未だに身元不明というか、所持品もなく、特に頭部は破損がひどく原形をとどめていなかったという。あの出来事は何だったんだろう。自殺した女の憎悪が見させた夢だったのか。田崎の妻が頻繁に電話をかけてきたのは、私たち同様再婚が決まったからだったという。あそこで感じた憎悪はとても夢の中の出来事とは思えない。あれは一体誰だったんだろう。なぜあのビルから飛び降りたんだろうか。どちらにせよ、私はあの少女に救われたのだ。あの子の母親はここで毎日毎日。私は毎日ここを通っていた。少女を失った母親が見つめているこの舌を、何食わぬ顔でその場所を毎日通り過ぎる人々。母親はどんな思いで見下ろしていたのだろう。やだ、びっくりさせないでよ。ああ、心臓止まるかと思ったじゃない。あんたここの噂知ってんでしょ。もう安いからって越してきたんだけどね、こっから子供が落ちて死んだって言うじゃないね。えで、その子のお母さんが毎日ずっとこっから、ほら、あんたがやってたみたいに。もう後から聞いて、気味悪くて気味悪くて。もう、あんたもしかして知り合い。いえ、今そのお母さんどうしてるんですか。それがさ、
やっぱり後追って自殺しちゃったんだ。いつですか？さあ、管理人さんに聞けば少しはわかると思うけど、実家へ帰って首つって自殺したって言うから1年、いや、2年ぐらいになるかな。首吊り？そうだよ。やだやだ、私も引っ越したいよ。あの、飛び降り自殺じゃないんですか？飛び降りなんて言わないで。ちょっと前も本当にここで飛び降りがあったばかりなんだから。やだやだ。首吊り？じゃあ誰なの、あの女は。飛び降りたのは母親じゃない？じゃあ誰？Ah!